チャオ、あーちゃんです。今日のあーちゃんちのお昼ご飯の、サラダ冷麦。冷麦でね、サラダ的なものするの初めてかもわからへん。結構あーちゃん冷麦好きでやねんけど、うち家、家族がね、家族ってうちなの、お父ちゃんお母ちゃんが冷麦が好きじゃない。そうめんみたいに細くてツルツルか、うどんやったらうどんでも中途半端やと、うん、いらんって言って食べたことなかったね。なっちゃん冷麦好きで、今日外で食べてていただきます。うん、おいしい。子供はね、このソース酸っぱいっていうのよ、ソース中のタレ。あっちゃんの時はちょうどいいねんけど、まだもうちょっと酸っぱいでもいいぐらいや。うん、ここにじゃあさらにマヨネーズをね、マヨネーズをバーッとかけて、途中でね、スラチャーソース茶わ、スリラチャーソース茶わ、シラチャーや、もう覚えられんわ、あわやから。シラチャーソースをね、後でトッピングします。ちょっと辛みを足してね、食べましょう。途中で味変しちゃうと飽きてくる。デザートはね、お盆にお供えしたあれ、ぶどう。ヒカルンは激辛シラチャーソースをドバーッとかけたわ。辛いないんかな、辛いない、うんうんって声出さになったね、本当に。何の方がいいの、また次の今は家族で、で、ね、こう動画をしたりとか、好きな人と動画でしたりとか、なんていうの、そういうね、みんなでこうやるのは好きやねんけど、まあ、世間はそれを叩く。まあ、仲良い家族に妬みがあるんやろうと思うね。だからやと思うんだけどね。そういうので、なんていうのかな、あれする？妬みから来る、子供に対してもひどいのがあるからね、それはもう本当にやめてほしいなと思うけど、ただ出すな、いや、じゃなく、出ること自体悪いことじゃないねから、出すなって言ったやつを叩くのが世の中だと思うけどね。うん、腹立つわ。まあ腹立つのりやね。うん。文句言いながらもうまい。うんうん。シラチャー味変をしましょう。あっちゃんはマイルドな方で。結構ね、ハマって、うちの家族で、このチリソースは定番化しそう。うまく使えばうまい。使い方は誤ると辛いんやけどね。意外と激辛使い道ないなもんねけど、ヒカルンがよう使ってくれるんで。普通のシラチャー、何シラチャーってね、ナンファーシラチャーソース、ニンニクが強いやつ、これはね、あっちゃんと量も使うから一番定番ちゃうかな、うちでやったらな。うまいやこれ、うまいや。ちょっと辛かったら涙流して食べへんかった、量が。この辛いのね、ねぐらい嫌がって、うん、わさびあかんの、わさびあかん、うん、味がわさびが食べられたのとね、そんなことない、ね、一生子供これはな、いつの日からか
わさびをてんこ盛りに盛る日が来るね。そんなわけないからね、てんこ盛り。うん、飯やってちょんとわさびやって寝たがるやん、うん、やなしに飯2粒ぐらいでわさびの塊で寝たぐらいのものが食べれなくなるそんなことない言い過ぎ、うん、金を無駄遣いのわさび食べわさびサービスちゃうのなんでわさびサービスわさび大盛りって言ったらサービスで持ってくれるお寿司屋さんでさわさび大盛りって言ったらさ皿に持ってって持ってって持っててくれるねん最悪や、うんあんちゃんはわさび食べられないね、うん、高校ぐらいまで、うん、大人になってから食べられる大人になってわさび一番最初わさび食べた時のななんでやったか食べたらないちいちわさびをとんのめんどくさくなってもうええわ食べたれと思って食べてまだ食べられたほんまに、うん、なんかわさび入れたら飽きなくなるわさびなんて強く入れたでも醤油かけてもいいしやんえ醤油もそうやんそんなことない旨味が増す、うん、和の心日本には醤油から始まるの、うん、うまい うん、あー辛なってきたよかけすぎたかもわかんないシラチャーソースを使ってなちくわ料理でも作ろうかな、うん、それと磯辺揚げ、うん、ダブルちくわになるな、ね、どうしようかな、うん、チリモも使おうかな今日より晩ご飯なんか考えてるよ、はい、ということでねあとぶどうを食べてゆるっとゆるっとしか今日はもう眠たくってね昼前寝とってね、うん、なこういうあっちゃん今日は休日ですはい月曜日やけどね、まあ、そんな感じでね今日はそんな感じで過ごしていこうかな、はい、じゃあ今日ちゃうねゲーム動画撮らなあかんねん。あれ撮らなあかんね金撮られへんかったからね。うん、何やら。忘れた。怖いやつ。アンティードン。アンティードン2時間ほど撮るかな。ね、うん。また来週か。今週中に撮ろうかな。今週ちょっと予定ね。どっかで予定入れて。うん、もう、どこいつ出かけるっていうのやめようかなと思って。もうね。ね、発芽予告あると予告しておくとね何時にどこどこでね何とかするって言ったらあかんからねまあそういうところを気ぃつけてうん何だね著名人要人になってきてる自分を認めないとなんでやねん、うん、でもほんまに一般人じゃないなって生活ちょっと考えなあかんなって今までみたいに緩くね個人情報パラパラ喋っとったらあかんなってようやく気づいてきて遅いよって言われるけどあっちゃんにとって自分の個人情報なんてみじんこ以下のもんやと思ってるから別に住所氏名年齢電話番号とか別に明かしても怖くなかったからねうん俺が今はそれをね使って犯罪を犯されるってのはちょっと気ぃつけていかなあかんからね、まあ、昭和の人間その辺緩いからね気ぃつけていきますということで今日のあっちゃんのお昼ご飯一旦ビデオを止めてもうちょっとあのぶどうもね食べながらしようぶどうをねあんねあんまうんお盆に備えられたぶどうですぶどうを食べてゆるっと過ごしたいと思いますまたねバイバイ一旦ごちそうさましますごちそうさままたね今日のあっちゃんちのお昼ご飯サラダ冷麦よかったよと思ってたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。